基準値を超える発がん性物質が確認されました韓国ソウル市は中国の大手通販サイト3社で販売されている化粧品や衛生用品など商品144点を検査し11点で基準値を超える有害物質が検出されたと発表しましたこのうちシーインのサンダルからは基準値の229倍に当たる発がん物質が検出されたということです ソウル市はこれらの商品について通販サイトに販売中止を要請する予定です。